はい、皆さんこんにちは、小葉翔です。今日はスペシャルゲストに令和の虎、受験生版のね、令和の虎の OB ですかね。そうです。みんな当たる、安岡くんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。一応、まあ、見てない人いないと思うんですけど、うちのチャンネルでもね、ひやさせみの方でも、まあ、相当再生回数があった安岡くんなんですが、当時の、出願のスローガンとか、覚えてるテーマって。はい。少年上がりが東大に行きたい。そうだよね。そうそうそう。はい、それで、まあ、一応、まあ、内容としては、すごくいい回で、みんなでこう、すごく励ます、虎がね、励ますって回で、結構今ほら、なんていうの、いろんな人が言ってて、見てるかもしれないけど、何言ってんだお前みたいな回があるじゃないですか。じゃなくて、本当にみんなあったかい回で、あした方がいいんじゃないか、こうした方がいいんじゃないかってアドバイスがあって、だから、受験に関しては、まあ、ナッシングだったんだよね。そうですね。うん、だけどまあその後もね追っていこうっていう話になりつつも、まあ、あんまりね終えてなくてというか僕が責任者ではないんで、まあ、何とも言えないんですけども、まあ、そんな状況の中なんと連絡を受け取ってそうです動画撮りたいということでちょっと急遽ね動画を撮ってるんでいつもと違う場所で撮影してるんですけどなんでご連絡くださったんですか。まあ、そうですね、まあ、元々は本当に細井さんからも、うん、はい、ドラゴン細井さんからも小林翔さんの動画だったりとか、うん、もっといろんな人の動画にもっともっとせっかくだから出会って言われて、なるほどなるほど、それで出たのと、うん、あとはなんか小林さんだったり経営者の、考え方だったりとかをちょっと勉強させて、はい、いやそんな僕ね大した人間じゃないですからまあお伝えできることがあればねしたいですけど、じゃあ今はそもそも 何してるの。まあ以前そのね出願というか出演してくださった時は、はい、でも1年半ぐらい前か。1年半ぐらい前です。で、あの時はマクドナルドで、結構頑張って、それこそね、手もこうね、怪我というかね、あれしながら頑張ってらっしゃったイメージのままなんですけど、はい、今もマクドナルドで。今はマクドナルドはもうちょっと辞めさせて。あ、辞めたんだ。辞めました。じゃあ仕事はしてるの今。仕事はしてます。今は、営業マンをしてます。営業マンやってんの。めちゃくちゃ意外なんですけど。あ、そうなんだ。まあ、言える範囲でいいですよ。はい、どんな営業ですか。本当にお家のリフォームの営業なんですけど、リフォーム、はい、まだ2ヶ月目ぐらい、うん、あ、まあ、最近なんだ。そうです。あ、じゃあ最近まではマクドナルドやってた。そうです。あ、なるほど。で、その、うん、マック辞めてからちょっとだけホストやって。あ、ホスト、なんかどっかで聞いたことがあるような。なんか、いや最近なんかほら、うん、ホストの志願者もいたからね。あ、はいはいはい、まあ、冗談ですよ。はい、冗談ですけど、まあそういう感じか。はい、ホストはどうだった。ホストは、うん、なんていうんですかね、結局最終的にはまあ、うん、うまく順調になっ、うん、やってたんですけど、はい、お店がやっぱり経営不振で潰れちゃった。お店が潰れちゃったんだ。そうなんですよ。でもホスト個人としてはどうだった。まあまあいい感じだった。まあまあいい感じでした。でも本当に僕モテないので、なんかモテるっていう感覚が嬉しかったです。なるほどね。あ、僕モテないんでね、人生で一回ぐらい味わってみたいですね。ちょっと僕のね、これだとちょっとルックスだとね、ホストも難しいんで。はい、まあ冗談さておき、じゃあ今営業マンとして、はい、まあそのリフォームの工事、はい、まあ、しませんかみたいなことを営業してるんだ。はい、どうですか。まあ2ヶ月だからね、まだ大変なことが多いと思うけど、はい、どうですか、やりがいとか順調？まあそうですね。うん、まあ何件か契約は決めさせてもらって。もうすごいね。そう、売上も、まあ、400万ぐらいまでは、うん、すごい作れて、はいはいはい、そのお客さんから感謝されるっていう部分では、うんうん、あ、すごい、その瞬間は嬉しいなって思います。素晴らしいね。はい、まあ、そうするとどうですか、こっちの話しちゃうと、あ、やっぱりアルバイトのマクドナルドよりはそっちの方が仕事的にはいい感じなの。まあ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 、そうですね。あ、そうなんだ。まあ、マックよりは高い。社員の扱い、それとも業務委託とかなのかな。一応社員ですね。あ、社員なんだ。はい、あ、じゃあしっかり福利厚生もあって。はい。おお、いいですね。なんかいい社長さんなんだろうな、きっと。で、そもそもどこで働いてるんですか、はい、今その場所は。今、名古屋です。あ、名古屋なの。じゃあ今日は、はい、東京に、まあここ東京なんで皆さん、はい、来てくださったの。あ、そうです。いやいや、申し訳ない。ありがとうございます。いやいや、なんかその LINE が来てね、もちろんほら虎の子だから LINE がつながってるんだけど、久々に来て撮りたいですって言われて、あ、まあいいですけどみたいな。で、うちの会社この辺なんで、これどうですかって言ったら、大丈夫ですって言うから、あれ、なんか最近東京にいるのかなって思って。じゃあ新幹線乗ってきた。新幹線乗ってきました。申し訳ないな。いやいやいや、今日昨日です。今日来た。はい、ありがとうございます。いやそっか、わざわざ会いに来てくださったんですね。いや嬉しいですね。なんかこれはなんかちゃんとしてあげないといけないですけど。いやそうか。じゃあ今はじゃあ名古屋に拠点を置いて。そうですね。うん、やってると、はい、どうですかその後、なんかその出演して、はい、まあ、マクドナルド結構続けてて、うん、で、まあ、今転職するけど、なんか考え方とか変わりました。
考え方ですか、うん、やっぱりその、まあ、受験生の方はやっぱりきついってことで、うん、結局将来的にはなんか NPO だったりとかを立てて、うん、NPO? はい、会社じゃなくて会社じゃなくて、うん、そうですね、ボランティアとして、まあ、その飛行だったりとか、うん、いろんな困ってる子の手助けを何かできたらいいなと思ってて、うん、だけどもやっぱりそのためにはまだ僕自身の説得力があんまりないって言いますか、そこら辺をどうしていけばいいのかな。なるほどね。まあ、でもね、基本的にはなんか人を助けたいっていうその純粋な気持ちってすごい大事だと思いますし、まあ、それをこう行動に移していくのが一番だと思うんですよね。ただその意味で言うとやっぱりその自分の時間も有限じゃないですか。で、そこくんも24時間しかないし、僕も24時間しかないんで、結局その24時間をどう使うかっていうところで言うと、多分今はね、まだその頑張って仕事をしてお金を稼いでっていうことで、まあ、僕だってそうなんだけどね、まあ、ただそれがだんだん例えば自分で何かビジネスを持ったりとか、まあ、別に不労所得を目指してくるっていう意味じゃなくてね、例えば1日8時間まるまる働かなくても、まあ、もう少しね、生活できるようになれば、その残った時間で人のために何かしたりとかでできるようになるじゃないですか、まあ、そういう考え方も、まあ、一つあるかなと思いますよね。うん、だから今はそのなんかリフォームの、ね、会社さんでいろいろ勉強させてもらってると思うんですけど、はい、そこからまあなんか次のステップにね、いつか行けるといいですよね。ああ、そうですね、はい。まあ、でも焦りすぎないことも大事ですよ。あ、うん、どんなことでもそうだけど、例えば僕らもさ、受験生版の時に、いや、そば君にね、そんなリーチなんて結構大変だよって言ったじゃないですか。そう、大学受験、それあくまで大学受験の話もそうだけど、別にスポーツでも、企業ビジネスでも、何でもそうだと思うんですけど、そんなに例えばなんか3ヶ月頑張ったから、何でもかんでも成果が出てうまくいくなんてことはまずない、世の中。やっぱり1年、2年、なんなら3年、4年、5年やって、やっとうまくいくみたいな世界だから、まあ、あんまり焦りすぎないことって大事だと思う。ただ一方でその焦りすぎないんだけど、はい、目標も失わないみたいな、うん、確かにその毎日をただ生きていくことを考えたらなんかこうダラダラしたりとか、うん、ぼーっとしたりとか、例えばじゃあお金稼ぎましたね、本当だったらちょっと貯金しといて将来のためになんか、ね、しようって思うべきなんだけど、なんかもう将来のこととかどうでもいいから使っちゃおうみたいなことも簡単じゃないですか、はい、だからそういうのも含めて、だから夢は失わないんだけど、まあ、焦りすぎないみたいなこのバランス、これ大事だと思うんですよね、うん、それこそね、僕も大学受験もそうだし、ビジネス始めるときも最初全然うまくいかなかったし、うん、細井先生だってまあすごい成功者の方だけどさ、ね、すごい努力裏でされていると思うし、やっぱりこう皆さんそういう下積みがあってこその今だと思うので、まあ、あの磯子くんも焦りすぎないでほしいなと思いますね。まあ、そうですよね、はい、すぐ焦っちゃうのね。まあそうだね、まあ、で焦ること、でもね、焦りやすい性格って悪くないんですよ。僕もそうなんですよ、うん、基本せっかちなんでどんどん次やりたくなるんですよ。僕もそうなんです、はい、なんで悪いことじゃないんだけど、せっかちすぎるとちょっとこう無理しちゃったりとか、そう、僕もだから結構若い頃はそのサラリーマンやりながら自分の会社もやってたんで、結構焦りすぎちゃって働きすぎてぶっ倒れたりとか頻繁にしたし、そうです、だってね、朝から夜まで会社にいて、で僕コンサル会社にいたんで、はい、もう本当夜中まで働くじゃないですか、はい、でそこから家帰って、で自分の会社の仕事やって、で朝から会社行くんで、寝られる時間なんて 2,3 時間しかないんですよ。で土日は全部自分の会社の仕事するしとかってやってると、当然まあぶっ倒れるよねみたいな、そういう感じですよ。だからそうはならないでほしいなと思いますね。うん、いや、すごいですね。いや、そんなことないですよ、はい、誰か、うん、社長さんの下で、うん、カバン持ちじゃないですけど、はいはいはい、そういうのもした方がいいのかなとか、あ、なるほど、ね、考えたりしてるんですけど、うんうんうん、まあ、だからどんなことをやりたいかはすごい大きいと思うんですよ。例えばですよ、僕の仕事って基本的にはオンラインの塾なんですよ、うん、プラス、まあ、他にもいろいろビジネスをやってるんですけど、例えば、まあ、別に来てくるって意味じゃなくてね、いろいろ選ぶ権利があると思うから、うん、僕が何か させてあげられることがあるとしたら、うん、僕に関してる仕事じゃないですか。うん、なんか多分安岡君が将来やりたいこととかやってみたいビジネスにつながってる人のところに行くのがいいと思うんだよね。あ、うん、なんとなく有名だからいいとか、うん、なんかそれこそ YouTube でなんか人気な人だからいいとかは多分絶対違って、うん、自分の将来につながる人のところで修行するならした方がいいと思う。あ、うん、絶対そうだと思う。ただ有名とか知名度があるからではやっぱ違うんですね、うん、うん、ではないと思うね。あとはやっぱり有名な人ほどその周りの人に対して時間割けないんですよ。
うん、やっぱり例えばそのじゃ見るとこの前会ってきたっていう細井先生もそうだけど、絶対忙しいじゃん。忙しい。じゃあ細井先生とさ1日1時間さ仕事を教えてもらえる時間あるかって言ったら絶対ないじゃん。そんなあるわけなくて、そうだからやっぱりある程度自分にこう何か教えてくれる人、まあ、1日1時間は言い過ぎだと思うんだけど、まあ、1日15分でも30分でも教えてくれる人、うん、かつその自分がやりたいビジネスとか自分がやりたい仕事に近い領域で何かされてる方を探すのがいいと思う、いろいろと。うん、いろいろ多分聞いていけば、うん、あの紹介とかしてもらえる可能性はあると思うし、うん、やっぱり安岡君のこのさ人柄とかさ、うん、多分みんなからこう信頼得やすいと思うから。本当ですか？そうそう、だから紹介とかねしてもらえると思いますよ。本当ですか？うん、で後でちょっと動画終わったら話聞くし。あ、ぜひいろいろとお願いします。なのでまあそうですね、ぜひこれからも頑張っていってほしいですね。頑張ります。はい、なんかこれからの目標はじゃさっき言った NPO、ね、そうですね、もうちょっとじゃ直近の目標って何かあります？まあ大きな目標として NPO がありまして、うん、直近の目標はもう今の仕事だったりとか、うん、そのなんていうんですかね、いや自分がこれがやりたいって仕事が見つかるまでは、うん、まあ、僕本当に継続する力っていうのがあんまりなくてですね、あ、大事だね、いろんなものに興味を持ってしまうので、うん、今の仕事を毎日出勤して、うん、コツコツまずは続けることが今の目先の目標なのかなと思ってます。いや、とても大事だと思うんですよ。やっぱ継続はね、本当に僕は逆に継続得意なんです。ね、そうなんですか？はい、コツコツやるのが 何しろ得意な人間なので、うん、すごいいいと思いますし、あとはあと YouTube もやってるんで、 YouTube も、はい、YouTube もなんか定期的に続けた方がいいよ。あ、せっかくやるなら、はい、あれでしょ、会社の方にもいいよって言われてる。あ、そうです。もちろんその変な迷惑系とかやらないけど、そうだから例えば、まあ、1日1本は大変でも、例えば1週間に必ず2個は出すとか、まあ、ショート動画でもいいから、はい、ショート動画1個とじゃ横動画1個は必ず毎週出すとか、うん、考えて動くとすごくいいと思うんですよ、うんうん、YouTube も結局多分撮ってるから分かると思うけど、はい、なんとなくポチってスタートしても喋ることないじゃん、うん、ってことはじゃあ何を喋ろうかなとか考えるわけですよ。ただ普通にぼーっと生きてたら喋ることないじゃないですか、うん、だからだんだんと YouTube で話をするために積極的に情報をインプットするようになるんですよ。僕もそうなんですよ。塾とかのチャンネルたくさんやってるんで、はい、1日絶対1本出してて、うん、あとはサブチャンネルとか他にもいっぱいチャンネルがあるから平均すると1日2本以上の方が出してるんです。でもそれ同じ話はあんまねしてもしょうがないから、じゃあ別のテーマになると毎日毎日情報収集しないと追いつかなくなっていくわけよ、うん、でもそれだけって情報収集すればするほど確かに動画のために情報収集してるんだけど自分の勉強になるじゃんってなってくると、僕もそれを4年5年6年ってやってるから、そういう生活を。そうすると、まあ、僕の場合、ね、あくまで塾だけど、大学受験について多分普通の、ね、塾屋さんよりも詳しい状態に慣れてたりとかするっていうのもあるん で、そこでもまずはでも身近なことからでいいから、まあ、継続してみるとかね、そうです、ぜひやっていただければと思います。頑張ってます。頑張りましょう、はい、はい、ということで今日はねスペシャルゲストの安岡君に来ていただきました。ぜひ皆さん、安岡君に応援コメントをねいただきたいと思います。ぜひ頑張れというお願いします。はい、またちょっとね受験生版とは違ったね成長した、はい、安岡君をねご覧に入れることができてよかったと思います。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。